こんにちは。お久しぶりです。まずは長い間お休みさせていただいて申し訳ございませんでしたと。元気になりました。元気です。もう元気になったんで今日からよかった、がっつり撮影していきたいと思います。はい、はい、ちょっとね暑いですから気をつけながら。そうですね。やって、はい、今回は夏に皆さん、うん、初夏に目切りをしたと思うんですけど、はい、その目切り後の目書きと言いますか、うん、目切りって一つの頃から出た目を切って、その場所からいくつかちっちゃいなんですけど、はい、ちょっと工事の音がすごいです。工事の音うるさいな。なんですけど、はい、中でやりますか。目切りをした後の書きなんですけど、一つの目からたくさん出てしまっている目がどうしても出てくるんです、はい、木の樹勢によって、はい、なのでそういうところをほっといてしまうと、この切り口がどん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 栄養が溜まって太っていっちゃうので、伸びてからじゃなくてその伸びきる前にちょっと積んであげることによって、まあ無駄な栄養を使わないっていうのもそうですし、そこが太らないようにするっていう効果もあるので、それを今の時期にやっちゃいたいなというふうに思うんですけど、皆さんが大体お持ちなのがこのぐらいの大きさじゃないかなっていうことで、その大きさごとの書きの考え方というかをできたらなというふうに思います。ちっちゃいのからいきましょうか。ちっちゃいのから、はい、じゃあこれ今3つあるんですけど、まあ、この2つが同じもので、でこれが結構若いやつなんです。全然こっちの方が若くて、だいぶこれは年数かかってる、これでもかかってて、よくしていってこういう風にしていきたい木なんですけど、今ちょっと見てもらえるとこういうところが今年切った跡になります。今年春先から伸びた芽をハサミで元から切ってしまうと、こういうちっちゃい芽がポン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 って出てくる、うん、盆栽の考え方っていうと、やっぱり枝っていうのは二股が理想になってくるので、綺麗にこうやって二股で続いていくようにしたいんですけど、やっぱり樹勢があるところとかだとこういうふうに同じところから4つとか出てきちゃうので、これをほっといてしまうと、ここがどん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 太っていって、下旬といいますか幹の太いところから細いんで木がだんだん細くなっていくっていうのが理想なんですけど、途中でボコってなっちゃったりとかっていうのが起こり得るので、こういうのは早めに処置した方がいいのかなっていうふうに思いますので、そういうのをやっていきたいなと思います。それを基本を2つにしていくって感じですね。そうです。でその2つをどの2つを残すかっていう考え方を、まあ、大きさによってもちょっと変わってきたりするので、まずはこの木はいくつか重なってるのがこことここですかね、はい、ここにもあるか。これでどれを残すかっていう話になります。でまずじゃあここからやっていこうかな。この枝っていうのは途中から出てる枝なんですよ。なのでどっちかにこうやって振ってあげなきゃいけない、上なのか横なのか、うん、まあ後ろに今回しておきましょう。振るときに横になる枝を残すんです。なので今回の場合はなるべく均等の大きさにしてあげたいんですよね、うんうん、ここが大きいのが一つ、中くらいがここに一つで、一番ちっちゃいの次にちっちゃいのっていう風になってると思うんですけど、どれを残すかって考えた時に、まあこの5本の指が目だとして、どれを残しますかって、はい、どれを残しますか。あれですよ、人差し指と薬指、これとこれね、それそれ、はい、で、あとはこれは切るってことですね。そういう感じ。要は横横を残して上と下と下、うん、まあ、変な風に出てて、これを残すとまあこういう風になるわけですよ、横横に、うん、これを盆栽のこの芽の中でもやってあげる。なるほど。まあ、この木をどうするかっていうのはまだ決まってないですけど、例えばこの枝をこうしたこうするって考えた時に、横横に残るのはまあこれとこれになるのかな、うんうん、そうですね。であとこういう木の考え方として、大きいのを取ると、ちっちゃいのも間引いちゃって、中間の大きさの均等になる大きさを残すっていう考え方が一番無難かなというふうに思います。なのでこの場合はまずは上のやつピッと、その次に下のやつピッと、こうするとね大体同じような大きさの芽が2つ残ったと思います、うん、
一番大きいのを落とすっていうことをした理由としては、やっぱり大きいやつを残しちゃうと、これがまたどん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 大きくなってだんだん太ってくるんですよ、稲が。逆に小さいのを残しとくと、まあ、なんだろうな、まあいいや、はい、じゃあ次これで、この木の場合どこを頭とするかって考えてあげるといいかな、まあ、この木の場合今この辺が正面かなと思ったんで、これをこういう風にして横横にしましたけど、どっちかが頭になると思うんですよ。いいかな、もうこう来てこっちが寂しいからこれを枝にして、これを頭にするって考えたら、これが枝になるんで、枝はこうやって下げます。下げた時に横横になるやつを残してあげると、今は4つここにありますけども、まず下のやつこうやってで、横横の中間の大きさを残しつつ、一番大きいやつを取ってあげる、と大体同じ大きさの芽が2つ残ったと思いますけど、で少し今茶色くなってます葉っぱは、去年の葉っぱなんですけど、これはまず取っといた方がいいかもしれませんね。取っとくから切らないで、切らないで、まあ茶色いところは生きてないので、茶色いところは切っちゃってもいいかもしれないですけど、一応水を引っ張ってくれる要因なので、これだけ残すよりも、まあ、ちょっとぐらいは葉っぱつけといた方がいいかもしれませんね、あんま多すぎても良くない。そうですね、何枚ぐらい、まあ本当は芽かきじゃねえ、芽切りの時終わったらハスカシっていうのがあるんですけど、それはだいたいもう受精に合わせて5枚残すとか、うん、ちょっと弱かったら7枚にするとか、うん、そういうのやってあげるといいんですけど、なかなかこれに全部できたわけじゃないので、まあまあ、こういう感じになりました、はい、あとここもあるかな。で逆に今次頭なんですけど、こう伸びてきた時にこのちっちゃいのと大きいのと中くらいのありますけど、これとこれだと少し弱いかなっていうふうに思うんです。これだとちょっと弱すぎちゃって、もしこれ取った時にこれも一緒に枯れちゃう可能性もあるんで、今回はこのちっちゃいやつだけ取って、でこれとこれが二股になったっていうふうにしました。まあ、頭と考えれば割とね伸ばす勢いがあるところなので、うん、まあこういう風にしてもいいんじゃないかなと。さっきよりかまだちょっとスッキリしたんじゃないですか、うん、これがこの大きさの、まあ、芽かき。芽かきの時期は、はい、今8月の10日ですけど、はい、もうちょい後なのかな。このやつは割と早くやったんですよ、はい、皆さんこのクロマツタシって結構7月末ぐらいにやってると思うんです。ちょっと前にやってるんで、今この時期にこの大きさになったんですけど、うん、ちょっとみんなはまだここまで伸びてないかもしれないです。まあ、だから芽が大体このぐらいの大きさになってきたって感じですかね。そうですね。はい、時期とかじゃなくて、うん、まあ、時期は時期なんでしょうけど、夏このぐらいの大きさになったらやってあげた方が無駄な力使わないですし、はい、じゃあ次これ。はい、この木はどこを正面にするかって考えた時すごい難しい木なんですけど、うん、それとまあこれぐらいにして、これが頭になってこう枝があって、これが裏枝なのかなっていうのを考えた時に、じゃあこの下に降りた枝、ここで切ってるわけですよ、今年の初夏に。ここでここで、ね、そしたらいっぱい 1,2,3,4,5 5個出ちゃった、はい、なのでこれじゃあもう太ってしまうので、うん、これをどうにかしようということですから、どれを残すって考えた時に、やっぱりまず第一にこれをぐっと下げてみて、枝を下げた時に横横に残るものを残してあげる、うん、下に下がっているやつをまず取って、横横になるようにこの上2つを取ってあげると、うん、ちょっと横横に芽が残りましたよね、うん、ここもね分かりづらいけど一応は枝なんです。これなのでこれも少しグッと下に下げてみて、横横に残るやつを残す。要は芽っていうのは残した方向に行くんですよ。これだとこっちに行くし、これはこっちに行く。そうするとここは結構ハの字にグッと開いちゃって、あんまりかっこよくなくなっちゃうわけですよ。で離れ離れになってしまうので、これって後々針金でこうやってグッと近づけるんですけど、もう芽の段階でこの開きを抑えることはもちろんできるんです。残す芽によって、この枝をグッとグッと下げたいときにどれを残すかって考えたら、ここの枝ってこっちに行きたいわけですよ、うん、
なのでこれとこれ残しちゃえばいいんですよ。別にハの字で間開ける必要ないので、これ切ってこれ切ってこれ取っちゃえば自然的に目はこういう風にいくわけ、うんうん、そうすればここの辺のスペースも、うん、カバーできますし、針金をかける必要がなくなったっていう。ざっくりポイントで言うと、まあ、横並び同じ力で考え方としては、一回やっぱりちょっと枝を下げてみる、うん、目って上に向いちゃうんで、はい、それを下げた時に横横になるやつを残してみる。でやっぱり正面決めてどういう枝の配置にするかとかも考えながら、うん、そうですね、後のことを考えながらやってもらえると楽かなというふうに思うんですけど、逆に言うと針金をかけない前提でやる方法もあるんですよね。もう下向きを残しちゃえば目は下にこうやっていくわけですから、なるほど、だからそうするとあんまりね、針金をかけた方がいい気ができるので、うん、針金をかけた時を想定して取ってあげるといい気ができるんじゃないかなというふうには思います。ちょっとこの木も やっていきましょう。もうやってください。遅らしてやる場合とかもあったりする？芽かきを。ああ、そうですね。要は何かの拍子で取れちゃう場合とか、うん、芽がね、そう、うん、結構出てくるので、そういうのはやっぱりそういう危険がありますんで、遅らせる人もいますし、ちょっと大きくなってからってことですね。そう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 、やる人もいると。いる。ただ早めにやるメリットとしては、そこが太るのを防止できるっていうのと、ってことですね、あとは無駄な力をその前に使うっていうのを防止できるってことです、うん、なるほど。ある程度これざっとできましたんで、次は少し大きいやつ、はい、でうちの商品でちょうど芽がいっぱい出てるのがなかったので、うん、教室の生徒さんの借りますけども、これも複数出てる場所があるんですよね。こういうところとか、去年の冬秋ぐらいにかけた針金なんでしょうけど、要はもう針金かかってるからあと1年ぐらい外さないわけですよ。で例えば今こうやって1つ芽を切ったところから4個ぐらい芽が出てますってなった時に、もうこれ以上針金かけないわけですから、上と下を残してしまうとこうなってしまうんで、また針金でこうやって戻さなきゃいけないわけですよね、うんうん、なのでもうこの時点で横の横のやつを残しておいてもらえれば、綺麗に芽が出てきますよっていう話です、ね、伸びていきますよって。ここで綺麗にこうしとくと、横横にしとくと後々針金かけなくても、そう、揃ってくる、この時点で揃ってきます、うん、自分が楽になりますね、それやってあげる、うん、というということが芽かきでした。これは？これも何かありますか？同じです、まあ、基本的に大きくても小さくても大体基本は一緒ですよね。基本は一緒、うん、ただ要は芽かきって木をきれいにするっていうこともあるし、うん、後々の自分を楽にするっていうこともあります、ね、なるほど。まあちょっと見てもらおうかな。じゃあこれも教室の生徒さんのものなんですけど、うん、芽かきができなかったところがどっかにあるんだよ。芽切りじゃなくて芽切か芽かき、芽かきができない、芽切りしたけど整理があまりうまくいかなかったところみたいな、あるんだ。こういうところとかも、ここに枝が抜いた跡がありますけど、枝がこうやって細く来てるのにここがポコッとなってるわけじゃないですか、うん、というのはここに力が集中しすぎたのでここが太っちゃったっていう、そういうことになってしまうので、しっかり細い枝が網棚のように二股でつながっていく方が綺麗なので、そういうのを防止するっていう役割がありますね。勢いが強いとこういう風になってしまうんですよ。何個ついてんだって話ですよね。これも早めに処置してあげないと、だん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 ここに力が溜まってボコってなっちゃう。コブができちゃう。コブができちゃう。こういうところもすごい大変なことになっちゃってるんで、グッと下げた時に横横になるやつを作ってあげる。どうすっかな、これ選択肢としては、うん、これでもいいしこれでもいいんですよ、はい、これでもこれこれもこれはないな、うん、これで迷った時に、これとこれだと少し間がここの間広すぎて開きすぎちゃうんですよ、うん、
なんでこれも取ってこっちとこっちにするっていう手もありますね。これちょっと下向きに出てるように見えますけど、ね、しっかり横に横にって、ここも灰でも狭いですからこうした方が切れないんじゃないかなっていうのを木全体にやっててあげると、なるほど、枝先まで綺麗に切れる。1月ぐらいって特に何かに追われるって作業があんまり盆栽ってないんですよ。追われると言ったら水やりぐらいですけど、でもその間に木をより充実させる作業をしてあげることによって、秋冬にかけてしっかりいい木ができて針金かけもしやすくなってくるんで、そのための作業を前段階の準備として夏にやってあげるといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、盆栽世界でも言ってます。あ、盆栽世界出てましたね、それも木のためを思った夏場っていうふうに言ったんですけど、絶対にやる必要はがある作業ではないはずなんです、これって、でもやってあげた方が絶対に良くなるっていう、っていう作業をする夏にしてください。そういう夏にしましょう。はい、はい、芽かきのやり方でした。芽かきの方法でした、はい、お知らせはありますか。9月の23、24、25で、はい、トジュアンフェス、トジュアンフェス、そうだ、第3回当然でもちょっと商品頼みますね、はい、集めますんで期待してますんで、はい、ということですね、はい、23日だっけ、金曜日は、小江戸ビールさんも来るそうなんで、皆さん乾杯して電車で来てください。電車で来てくださいもういっぱい飲みましょう、はいはい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、いただきます。